思うから、オイラたちも中に入ろうぜ。止まってくれ。ここに何か用か？ガイアはいるか？あいつに用があるんだ。ガイア隊長ならジン団長の執務室で勤務中だ。え、どうしてジン団長の執務室に？ウィンドブルーム祭セレモニーは我々セピロス騎士団が主催している。セレモニー期間中はジン団長が直々に外回りを行う。だから溜まった書類仕事はガイア隊長が代理で処理することになっているんだ。なるほど。旅人、パイモン、来たね。いいタイミングに来た。ちょうどお前たちのことを考えてたんだ。ガイア、課題は終わったのか？失望させてしまうかもしれないが、まだ手をつけてすらいないんだ。課題を提出しない生徒は、いい生徒じゃないね。ガイア、忙しいのか？ああ、見ての通り、ジン団長の代わりに様々な事務を処理していてな。セレモニー期間中はモンド城も賑わうから、雑用仕事も多くなるんだ。もうずっと忙しい。旅人、一つ手伝ってもらえないか。知り合いの酒仲間に用事を頼まれてるんだ。しかし俺は動けそうにない。代わりに。酒仲間って酒場で知り合った友達のこと？ああ、仕事終わりに酒場で一杯やっているうちに友達もたくさんできてな。ニムロドって言うんだが、普段は酒場の近くにいる。この時間は多分俺はここに残って課題をやってるから、ニムロドのことは頼むよ。調達が必要。
ンジェルズ社。どうしたことか。お前がニムロドか？ガイアから用事があるって聞いたんだけど。あいつは今忙しいからオイラたちが代わりに手伝うよ。旅人、君か。俺の女房にウィンドブルーム祭のプレゼントを用意したいんだが、酒仲間のガイアにアドバイスをもらいたくてな。俺は酒が大好きだからいつも酒場に入り浸ってるんだ。でも女房は酒を飲むのに反対しててな。いつもそれで喧嘩してる。お前も飲んだくれだったのか。わかるよ、酒はいいものだからね。でも君の飲み方は、頭ではわかってるんだ。だからこそ申し訳ないと思ってる。旅人、悪いけど材料集めを手伝ってくれないか。手作りのプレゼントを女房に送りたくてね。こういうのは自分で集めるべきなんだが、酒を飲みすぎて眠ってしまって、起きた時にはもうセレモニーが始まってたんだ。自分一人の力じゃもう間に合いそうにない。むちゃくちゃすぎるぞ。セレモニー期間中に他の人に頼るなんて、未婚のモンド人なら絶対にありえないことだよ。ニムロド、結婚しててよかったね。ああ、本当にすまない。返す言葉もない。仕方ないな。何が必要なんだ？俺は城内で木材を集める。植物は野外でしか取れないから頼まれてくれるか。イグサが2つ必要なんだ。イグサと木材で何ができるんだ？木材を使って小さな小屋を作るんだ。それにきらびやかな花と手作りの家具を付け加えて。とても温かなプレゼントだね。ほんの気持ちさ。女房と出会ったばかりの頃はいつも手作りのプレゼントを送っていた。それを女房も気に入ってくれてて。悪い、昔のことだ、気にするな。とにかく頼んだよ。運が良かったな、オイラたちみたいな頼もしい助っ人が来てくれて。さあ行こう、材料を集めるぞ。